どうも、ラメンチャンネルのイッタソです。今日もプロスピエースやっていきます。やってまいりました、グランドオープンの日です。というわけで今日の内容なんですけども、まず、最強決定戦の結果報告と、そして、十数枚溜まってる契約書開封、そして球春到来プレゼントスカウトを引いていきたいと思います。さりげなく BGM 変わってるのかっこいいですね。早速やっていきましょう。はい、最強決定戦やってまいりました。結果はですね、66位でした。目標としていた50位以内を達成することはできませんでした。普通に悔しいですね。ただ今回レベルが相当高かったと思ってるんですよ、個人的には。1位の方が111勝でダントツなんですけど、94勝しても66位にしか入れないと。いやー、相当レベル高かったですね。まあちょっと今後はね、まったり巨人純正やっていきたいと思うんで、100以内を継続していけたらいいかなと思います。というわけで、応援していただいた皆さん本当にありがとうございました。ちょっと悔しいけど、次回また応援よろしくお願いします。じゃあ、ガチャのね、選手紹介の方やっていきましょう。はい、というわけで、ご存知の方は、もう当然だと思うんですけども、巨人純正やってますんで、今回ね、4人追加になった坂本選手、ウィーラー選手、高梨選手、サンチェス選手、この4人に、焦点を当てていきたいと思います。で、坂本選手は最初からもうミパ同士マジで熱い。しかも特殊で守備が A になる、これはもうマジで神、絶対継承します。特殊能力もパワーヒト広角持ってるんで、もう言うことなしですね、絶対欲しい。続いてウィーラー選手、ウィーラー選手も、2020のシリーズ2持ってるんですけども、パワー A を狙えるっていうところは変わってないんで、スピリッツアップという点でも欲しいですね。あと高梨選手も持ってるんですけど、QEA が狙えるということで、今年はね、ちょっと QEA8 人のコンボとかも出していきたいんで、ここも確実に欲しいですね。そしてサンチェス選手はちょっと同値がね、大きく崩れたんですけども、制球プラス3の称号をつけてやることで、同値はできるんじゃないかな。制球プラス3あったかな。制球プラス2、球威マイナス1みたいな称号でもいけると思います。というわけで、この4選手を狙って、この後契約書とガチャ引いていきたいと思います。はい、契約書やってまいりました。いろいろね、ランク戦やリアタイの大会とか、あと最強決定戦とかで出たあの契約書もあるんで、今回ゴールド契約書が1,2,3,4,5,7 枚と、S ランク 30% 契約書が3枚、S ランク 10% 契約書が2枚と、S ランク契約書が3枚あります。熱い、相当熱いよ。というわけで、ゴールド契約書からやっていきたいと思います。ここで S ランク1人でも来たらもうマジで神。そしてジャイアンツ。お願いします。ここの演出変わんなかった。お、A ランク以上確定の演出。そうだね、逆転サヨナラのチャンス。燃えて、カットイン、あー、ないかー、割れて、あー、割れない。A ランクはね、お、いい、巨人の A ランク、中地、お、2枚、お、中村選手、3枚、高橋選手、すごい引きじゃない。ただのゴールドからの A ランク3枚、畑清秀の顔よ、村田兆治みたいな顔してない。というわけで、いきなり普通に神引きっすね、これ。S ランクこそ出なかったんですけど、A ランク3枚。で、次、S ランク 10% 契約書2枚いきます。ちょっとここはね、刻んでいきます。ここで1枚欲しい。
頼む。いやー、終了。カットイン。バレて。あー、ないかー。岸選手、今井選手。いや、なんか新鮮っすね。やっぱこれがグランドオープンっすね。次 S30% 契約書3枚いきます。ここで1枚は最低欲しい。まだ引けてない。お願いします。今日はね、私仕事なんですけど、今日グランドオープン3月23日が、2回目の結婚記念なんですけどね。まあ、家庭もね大事にしながらプロスピンを楽しんでいきたいと思います。といったら S ランク確定。福谷選手、ジャイアンツ欲しかった。もう一枚ないな。ハルト2枚目。はい、お、戸郷選手いいですね。ジャイアンツの絵出てますね。とりあえずここで福谷選手獲得できました。あ、初めての、ね、開幕投手、頑張ってください。応援します。というわけで、まあ、ここ確定。安心感のある S ランク契約書3枚。ここでジャイアンツ1枚でも欲しい。一番欲しいのは坂本選手ですね。確実にホームランで逆転サヨナラのチャンス。坂本、サンチェス、まあ高梨以外一緒ぐらいかな。坂本、サンチェスが欲しいですね。お願いします。ジャイアンツ、はい、青柳選手2枚目。じゃあ長野選手ラスト。いや、長田選手は中日多いな。まあミキサーっすね。全員ミキサーっすね。まあ、長野さんはもう極みで TS 用に取ってるんで、ここもまあミキサーっすね。というわけで最後ね、優春到来プレゼントスカウト、 S ランク選手1人確定引いていきたいと思います。まあ、ここで自チームの演出来たら、まあ、どの選手も新選手なんで、まあ、まずそこの演出が欲しいですね。ラストお願いします。皆様最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。グランドオープンのなんか弾みみたいな、お祭り気分みたいな感じでチャンネル登録をねポチッと押してやってください。皆さんの優しさが力になります。2枚引きのエストライですね。ここの位置じゃない。いいよ。奇跡起きて2枚。来い。あー、木村選手。タネ、止まって。止まって。止まって。というわけでラスト。皆様、坂本選手に乗ってください。お願いします。じゃー、ゆーちゃんごめん。ありがとうございました。